お前は範疇を追え。本体はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせるか。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かる。馬があれば追いつかない。 危ない。判事分隊長、危険すぎます。お願いですからやめてください。隊長、同行させてください。一体起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。 仕方ないな。他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。
またどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。縁談苦戦してやがるのか。設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。まだ近くにいるはず。あれか。俺の敵じゃない。あの縁談、ペトラが相手。隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。巨人がうろついていて物資を回収できん。物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。俺の敵じゃない。ペトラ、その子を捕獲するんだ。倒したらダメだよ。そんな無茶言わないでください。ハンジさん、続け。ペトラ、私も行かせてください。ペトラ、村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。あ、行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんです。面白い暮らしやがる。救援要請か。行くぞ。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。了解しました。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。詰まってんじゃねえだろ。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。この忙しい時に何か出やがったな。お前ら腹をくれ。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。オルト、面倒くさそうなのが嫌だ。
つを倒したところでクソな状況に変わりはねえけどな。手はするなよ。おろおろ、兵長、殺したらダメだよ。若くして全体的に調べ上げるんだ。え、そんなこと急に言われても困りますよ。あの人正気じゃねえよ。マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。あれは飛行士じゃないか。捕獲されに出てきてくれたんだね。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。どうしてバカだ。お前ら